のセリーナ・ウィリアムズの行動、これが物議を醸しています。試合中禁止されているコーチからの指導、コーチングを受けたとされて警告を受けた。この時も大変なゴール、ラケットをへし折って2回目の警告、1ポイントのペナルティ、さらに審判への態度に対して1ゲームを失うというペナルティを受ける。でこれペナルティだけではなくて罰金も課されたということなんですが、澤本さん、これ罰金もあるんですね。そうですね、あのツアーでは事細かにいろいろな人が罰則というのが決まってまして、例えば試合の後の記者会見をもうあのやめて帰ってしまったりする場合もかなり高額な罰金が課せられます。ということで、まあ、ゲームのペナルティに加えて罰金もということなんですね。まあ、ルールに基づくということなんですが、セリーナ選手は男性選手が暴言を吐いてもゲームは失なかった、こんなゲームのペナルティの方はなかったじゃないか、これは性差別的だと感じたというふうに猛抗議をして、これを受けて現地さまざまな声が上がってきています。女子テニス界の伝説、四大大会12回